おはようございます。おはようございます。おはよう、モーニングモーニング、37回目です。はい、赤さん、ちょっと早速始めていいですか。はい、モーニングモーニング、はい、ちょっとじゃあ行きますね。はい、マサトアカリンのモーニングモーニング。はい、始まりました。あの、あかりさん、あかりさん、ちょっとすいません、はい、あの、大変申し訳ないんですが、はい、大変申し訳ないんですが、あの、はい、お腹が痛いです。ゆっくり、あの、行ってきてください。お腹が痛いです。はい、ちょっとすいません、あかりさん、失礼していいですか。はい、はい、申し訳ない。スマホ持ってってコメントを押してください。あ、わかりました、ちょっとごめんなさい、はい、ちょっと失礼しますね。すいません、本当申し訳ないです。あ、まさかこんなことなんで。私よろしく。あ、ゆっくりで大丈夫ですよ。というわけでね、今週もモーニングモーニングが始まりました。マザーさんが帰ってくるまで、僕一人でつなげます。皆さん、どんな1週間でしたか。僕はねすぐパッとは出てこないんですが、とりあえず今パッと出てきたのは1個だけあって、今週めちゃくちゃ暑くなかった？超暑かったよね。夏を感じる1週間、初夏を感じた1週間でした、僕は。ね、暑かったよね。本当に暑すぎてエアコンつけようかなって思ったんだけど、やっぱ冷房ってさ、どうしても乾燥しちゃうじゃん、お部屋が。だから毎年、去年も一昨年もそうだったんだけど、やっぱ配信を始めてからどうしても冷房をつけるその初日って、ちょっとでもつけないように頑張りたいんだよね。喉乾燥させたくないから。いや、だから今日は我慢しよう、あ、今日も我慢しようで、我慢した結果、僕はまだ冷房つけてません。頑張って冷房つけないで耐えてます。一回つけちゃうとね、もうずっとつけちゃうんだけど。いや、でも冷房つけないと本当に僕のお部屋、日当たりはそんなに良くないから、もう暑すぎて死ぬみたいなのはないんだけど、やっぱパソコンを置いてるからさ、発熱がすごくて、足元のだいぶホット、アカリン製だいぶホットになってます。いや、めっちゃ暑いよ。そろそろでもアカリン製も冷房をつけると思います。そろそろね。今マザーさん見てる？マザーさん見てる？マザーさん、どんな1週間だった？マザーさん、どんな1週間でしたか？ふんふん。いや、俺も暑かったよってマザーさん言うてはりますわ。マザーさんも、いや、暑かったわって言ってますね。お腹が痛い？それは今の話でしょ。どんな1週間って、ずっと1週間お腹痛かったわけじゃないでしょ。大丈夫ですか、マザーさん。まだ帰ってこれなさそう。僕、あれだよ、どんな1週間だったかって話し始めたけど、もう暑い以外記憶ないよ、今週の1週間。あ、そうだ、あとやっぱバロラント関連だとゼータ戦ですね、盛り上がってますね、本当に。いや、僕昨日さ、落ちパしようと思ったのに直前で気絶しちゃって、みんなと見れなかったんだよね。みんなは見ましたか、ゼータ戦。いや、僕は絶対次は応援します、みんなと一緒に。もう最悪や、大事な初戦でもう気絶しちゃいました。いや、本当に僕と一緒に見ようって待機してた方はごめんなさい、本当。でも昨日はね、やっぱみんなウチパ権限持ってる人は多分僕以外みんな配信してた、ウチパしてたんじゃないかな。僕以外多分みんなしてた、みんな応援してたね。
もちろん僕も気絶してたからって応援してなかったわけじゃないですよ。もちろん気絶しながらも多分応援してた。応援はしてた。次は必ず応援します。いや、すごい、めちゃくちゃさ、僕まだ全部は見れてないんだけど、オーバータイム、どっちもオーバータイムいって、マジで熱い試合だったらしいね。いや、ほんと見れなかったの超後悔してるよ。いやー、いや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 。いやー、すいません、すいません、すいません。あ、声が元気になってる。大丈夫ですか？はい。うまいこと、うまいこと繋いでくれてた？ギリギリね。いや、申し訳ない。ちょっと。大変で朝から。ごめんなさいね。でも明らかに、さっきより声が元気になってる。はい、もう、大丈夫です。よかった。はい、ありがとうございます。はい。え、何の話したの？まあ、今週暑かったねって話と、ゼータが盛り上がってるねっていう。おう。はい、当たり障りのない。当たり障りないね、だいぶ。はい。じゃあ、今週？うん。まあ、でも、あれだね。あれ、俺トライアウト受けてきたよ。あ、そうだそうだ、どうだった？まあ、リジェクトのね、あのバロラント部門のトライアウト受けてきました。はい、僕が、はい、行ってきましたよ。マザープロになるってよの巻、フルセンスにボコボコにされた。あ、はい。あ、もうトライアウトって試合するんだ。うん、そうなんですよ。ちょっと一応プロになってやろうかなと思って受けたんですけど、うんうん、まあなかなか大変でしたね。でもボコボコにされたけど、手応えはどうだった？手応えなんてあるわけないじゃないですか。そんなにボコボコにされたんだ。そんなの毎回ボトムフラグでしたよ。もうみんなについてくだけ。あ、はいはいはいって言いながら、いやでもね、すっごいいい経験だったよ。ああ、いや、これあるな、リジェクト、バロラント部門、そう、マザー、来週ね、もう1日あるんだよ。うんうん、うん、で、それで終わりなんだけど、うん、うん、ちょっとあともう1回あるから、そこでちょっともうちょっと爪痕残そうかなとは思ってるんだけど、うん、そこでガシッとね。ああ、ちなみに何やったと思う？え、ロール、当てていい？いいよ。当てていい？相場。相場。はい。ああ、いい線いくね。はい、正解はジェットです。はい。マジか、すごいね。デュエリスト行ったんだ。デュエリストでした、行ったら。おうおう、はい、デュエリストでなんかすいませんすいませんって言ってた。次あるかな。次マジで頑張ってよ。いや、もう爪痕残してリジェクトマザー見せて。そう、終わった後にフィードバックとかいっぱいもらえたんだけど、うん、やっぱプロってすげえなーって思ったよね。あ、勉強になった、うん、勉強になった。だって1日結構長い時間やって、最後の終わりのフィードバックで、その何言われるんだろうと思って、ほとんどコミュニケーションのことを言われて、うん、そう、もう全部だよ、 VC の話。へえ、僕も受けたい。あかりも受けたい。いや、ちょっとさ、簡単には受けさせられないっすね。ダメか、まだ受けれるラインにいないか。いや、もう俺は職権乱用なんで、ほぼ。リジェクトのね。うん。ほぼ職権乱用なんで。あ、でもそうなんだ、すごいね。フィードバックとかいっぱいもらったんだ。もらった。いい経験になったよ、本当に。おぉ、うん。そのフィードバックを生かして来週、頑張ってね。いや、頑張ります。任せてください。いや、本当応援してます。でもそれぐらいしか覚えてないな、今週。なんかあったっけ、俺。なんかしてた俺。ん？なんかしてたかな。そんなもんじゃないか。僕も今週記憶あるのは暑かったなぐらいなんだよね。あ、そうだ、僕無理無理でこの話したいなって思ったの一個あったんだ。お、今よかった、思い出して、僕ついにティファールを買ったんですよ。ティファール？はい。ほう。まあ、アカリン製にはあの電子レンジとか、あのフライパンとか、すべてそういう調理器具系がなかったんだけど、ほうほうほう、ついにティファールを買って、はい、熱湯を作れるようになったんですね。熱湯を作り出すことができるようになった。そう、アカリン製なんとついに熱湯を作り出せます。今までお湯が沸かない星だったの。そうだよ、フライパンもないからね。
お鍋もなかったから。マジかよ。そう、それでカップヌードルを買ったんだけど、おーおー、ジェイタン応援しようと思って、カップヌードル美味しいと思って、おーおー、こう、あの、今ってすごくて、なんか カップのお茶漬けだったり、うん、あの、カップ飯っていっぱいいろんな種類あるじゃん、うん、でカップお茶漬け買ったんだけど、うん、まだそれは食べれてないんだけど、カップお茶漬け、そう、お湯を入れるだけでお茶漬けが完成したりとか。お茶漬けってもともとそうじゃない？まあまあそうだけど、でもさ、やっぱご飯を炊いたりしないといけなかったじゃん。ああ、まあね。それが1個で完結する、うん、他にもカップ飯とかさ、うん、いっぱいいろいろあるじゃん。え、まあ、ちょっとそういうのを買いたいなって思って。ああ、カップ麺ね。うん。いや、俺も一時期ずっとカップ麺食ってる時期あったな。あった？あった。楽でいいんだけどね。そう、楽だよね。なんかね、カップ麺生活ってね、なんか続くとね、なんて言うんだろうな、いや、もうすっごい楽でいいんだけど、うん、なんかね、ある日突然これじゃダメだって思い出すんだよな、思い始めるんだよ。体から黄色信号出る。そう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 、これ続けてるのええんかなみたいな、自分で不安になってくるの。そう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 、体の本能が言ってんだろうね、うん、ダメだよって、あんまり食べ過ぎるの良くないよみたいな。うんうん、そうなのよ。なんだろうね、あれで。俺カップ麺食べるとさ、うん、なんかね、そのスープ、お汁を残すのが嫌で、うん、いや、これはね、もうほんと昔からなんだけど、うん、なんかもったいない気がして、うんうん、飲み干しちゃうのよ俺。それも、美味しいしね。それも相まってね、あれ、カップ麺生活はね、俺続いて2週間ぐらいだったもん。なるほど。そう、マザーさんはね、今あれ、調理配信、あの、料理配信とかしてるもんね。あ、そうね、好きで見てるよ僕、楽しくて。 ありがとうございます。ちょっと最近やれてないんですけど、なんか上手だけど、その中に男料理感があって、見てて楽しい。おお、ありがとうございます。はい、褒めてくれるんだ。うん、いや、でもね、あの料理ね、多分ね、赤さん食べたら多分相当しょっぱいと思う。あ、そうなんだ。うん、多分だけど結構しょっぱい、うん、あの、調味料の入れ方、あの、DAIGO みたいな感じだもんね。ああ、そうだね。あの、千鳥の DAIGO みたいな、入れれば入れるほど美味しいみたいな、ね、そうだよ、俺もその考え方だから。うん、結構しょっぱいかも。うん、でも美味しそう。いや、美味しいよ、俺好みに作ってるから。はい、うん、ちょっと最近やれてないから、近々またやんないとな。はい、楽しみにしてます。 ありがとうございます。じゃあ、俺、でもそれだ、今週だったら幕張、うん、今週だったっけ、うん、ん、今週、いや、そうだそうだ、そうだそうだ、あの、ロルの大会、あの、座下戦の本番があったんだ、うんうん、だから先週お休みだったじゃん。はい、うん、そう、思い出した。あ、記憶がなくなってた。いや、超特大イベントありました、座下戦。先週か、先週になるのかな。うん、うん、そうだね、うん、お休みした日、先週の、うん、が本番で、そう、ずっとロールやってたんだ。やってたね、ずっとロール。やってたんだ、そうだそうだ。俺、久々にゲーム勝って泣きましたよ。涙が出ましたよ。ふっと肩の荷が下りて。ゲームで？うん、ゲームで、もう、なんて言うんだろうね、あの感情。マザーさんさ、毎回ロルのイベントの後、そういう感情込み上げてない？うん、え？そんな、ね、センチメンタル的な？そう、センチメンタル的な。いや、ね、ね、それぐらいかけてるんですよ。うんうん、毎日頑張ってたもんね。あ、大変だったよ、ほんと。アカリンがやってたら、もうアカリン多分爆発してたよ。うわーって。いや、もうそんなもんじゃない、そんなもんじゃない、そんなもんじゃない、多分もう2日でアウトでした、赤さんだったら。頭と体と心が、うん、初めて練習期間中に自分の心が折れるのが分かったもん。へえ、大変だった。学んで成長しましたね、うん、
でも前回放送より、モーニングモーニングの前回放送より、マザーはだいぶ成長しました。はい、あの精神面が。精神面が。かなり、かなり成長しました。だいぶ、やっぱね、人間、転べば転ぶほど強くなるからね。そう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 。うん、だいぶ強くなりましたね。お疲れ様です。ありがとうございます。んな感じかな。マザーさんはロルのイベントを重ねれば重ねるほど強くなってくんだね、うん、あとロルも老けていくでマザーさんはロルに限らずだよ。エペックス24時間配信した時もスタートからおあの24時間経過した後すっごい老けてたよでも結構マザーさん老けるスピード早いよ。配信内で老けれるの俺そうだよ、毎回老けてるよ、マザーさん。そういうイベントでどんな顔してる。だからもういつも言われるかも、なんか顔がどうこうって、うんうん、やっぱ配信エーペックスの配信前は顔に影がそんなにないんだけどさ、うん、24時間経過した後すごい顔の影がすごいんだよねシワシワってなってたり、影も入ってたりさ。あ、そう、うん、ちょっと良くないね。命削ってるんだもんね。削りすぎじゃないかそれは。うん、あ、そっか。え、どうすればいいの。もうそれはもうどうしようもないのかな。しょうがないよ、やっぱ削ってるから。いやでもそんなだ24時間やったぐらいでさ、うん、そんなになってたらもうこの先が思いやられるじゃない。いや24時間やったぐらいじゃないんよ多分。全然ぐらいじゃないあ、そう。耐久は命を削ってるよ。もしかしたら僕もカルビちゃんも、あのカルビちゃんもさ、うん、あのスタートから最後で比べたらちょっと老けてたかもしれないよカルビちゃんの あの顔が。あ、老けてたかな。うん、少しうんってなってたかもしれないまあ、あいつマジ斜めになって戻ってこないからな、たまに目閉じたままね、うんあ、そっか。まあでもちょっとでもでも最近思うのは、うん、いやそろそろでも本当に、うん、あのちょっと体調管理っていうか、まあ、多少運動しなきゃまずいなって思い始めてきた。うんうん、うん、なんかね、できることができなくなってきてるねえ、ちょっとさあのちょっとマザーさん前さ、ジャスパーさんのさ、あの CR でデビュー、うん、CR 加入しましたの動画にマザーさんも出演してたじゃん。うん、でミッチーさんとマザーさんとあともう一人誰だっけ、一緒に3人で走ってた。モンキーさん。あ、モンキーさん、そうそう、モンキーさん3人で走ってたシーンあったでしょ。あったね。あれ僕裏話聞いたんだけど、マザーさんが足遅くていっぱい撮り直したって聞いたよ。いい、違うよ、そんなことないから。え、違うの。え、まあ、全然違う、それは。あれ、それだ、何情報それ。うん、ちょっと裏話で。そんな、俺の足が遅くて撮り直したんじゃないよ。違うの。違う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 、なんなら俺キャリーしてたから、あの日は。足の速さで。そうだよ、足の速さじゃない、足の速さでキャリーしてたわけじゃないけど、演技で。そう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 、うんうん、だからやっぱさ、こう走るシーンですって言ってさ、台本に何にも書いてなかったらさ、やっぱ走るだけになっちゃうじゃん。はいはい、いやでも違うわけよ実際は。声出しちゃったでしょ、はい、うわーとか、またんかいーみたいな言いながら走ってたね。そういうのはもう全部キャリーしてますから、あの辺はあ、声出しキャリーしてた。そうだよ。あ、じゃあしかもあれね、5本目とかなんだよ多分、うん、オンエアされたやつ、オンエア使われてた映像のやつ、50メートルぐらいの距離を5本目ぐらいで、もう あんな無理だってシャトル声出しながら 50m 走5本目だったの。そうだよ、それはハードだね。さ、結構ハードだよあれ。うん、いやモンキーさんとか鍛え上げてるからさ、うん、元気だったかもしんないけど、うん、それは普通の人間からしたらハードだね。そう、無理だ。いやもうだから、あの使われてる映像の時はもうね、ほんとね、あの内ももが悲鳴を上げてた5本目で。うん、もう足カクカクだったもんあの時。いや、それは僕もなるかも。走れないっしょ。いやもう5時、1本目でもう多分僕倒れちゃうかも、1回目で 50m 走いやでもあの実際おじじダウンしてたからね。うんうん、うん、
だからやっぱ普段やってないと本当に動けないんだなって思って、まあ、それも含めだけど、うん、いやなんかちょっとそろそろ運動しなきゃなとは思ってるんだよね。思ってるだけなんだろうけど、きっとマザーさんの筋トレ配信来る？うん、ちょっとリングフィットやります。リングフィット来ちゃう？はい、リングフィットリングフィットはずっとやるって言ってんだけど、なかなか始まんないね、ほんとあるの？リングフィットは。はい、ございます。あ、じゃあいつでもできるの？ご用意ございます、はい。楽しみにしてます。はい、頑張ります。まあ、っていう感じかな。暑さもあって体力の低下を感じました、はい、今週は。いや、これかな。もうめっちゃ暑くなるよね。もう昨日、おととい、しあおととい本当に暑すぎて、うん、な、夏だったね。うんうんうん、はいはい、はい、じゃあ、え、今日はもりもり終わりですか？メインこっからですよ。おお、あ、こっからでしたっけ？こっからメインですよ。了解、じゃあ行きますか、お便りの方、はい、今週も今週で。じゃあ赤さんお願いします。はい、任せてください。はい、ペンネームキキキの鬼太郎さんからのお便りです。マザーさん、小夢さん、おはようございます。おはようございます。自分は今もう少しで1年の彼女がいるのですが、彼女が小食すぎて遊んでご飯食べるってなると彼女に合わせてすごく遠慮してしまうのですが、正直めっちゃお腹が空きます。どうすればいいですかというお便りです。あ、わかるわ。え、わかるんだ。わかるわかるわかる。だって俺はよく食べる方だから。うんうん、あ、わかる、わかります。これいっぱい食べてよ。彼女がね。違う違う違う、男の人が。いや、それ気使うじゃん、そればっかりは。え、なんでよ、気使うところじゃなくない？ダイエット中、彼女がダイエット中とかだったらさ、わかるんだけど。いやね、私これで、これに関しては正直に言わせてほしいんだけど、うん、あのね、うまくね。ああ、うん、はいはい、これね、やっぱね、なんだろうな、俺その昔ね、その、うん、いた、一緒に住んでたって言ってるじゃんか。その時に一緒に住んで、うん、同棲してた子がいたって言ってる。あの時にその、うん、ダイエ、相手がダイエットを始めたの、うんうんうん、で米を食べなくなったわけ、うんうん、でなんか俺だけ米を食べるじゃない、なんかね、美味しくないんだよね。うんうん、うん、なんかやっぱ食べない人の前でそんな、なんかこうあんま食べれないというか、まあ、いや食べて、食べてたんだけど、いや食べてたんだけど、うん、気遣いながらもまあ食べてはいたんだけど、やっぱ一緒に食べた方が美味しいなとは思う。あ、そうなんだ。結構男の人って気遣うこと知らなかった。いや、でもこのお便りの感情わかるな。え、僕からしたらやっぱ男の人はいっぱい食べてほしい。もういっぱい食べてほしいよ。で、うん、そこでハクハクハクってなってる間に自分食べたいもん。いや、でも明らかにもう量が違ったらさ、うん、そのずれるじゃん。うんうん、うん、ずっと食べる時間とかも相手は食べ終わってるね、うん、俺はまた食べてるみたいな。え、なん、え、それってなんで気まずいの？女の子は食べ終わってて自分はまだ食べてるのって、食べられるところが恥ずかしいとかそういうこと？いや、そんなこ、そういうことではないけど、うん、いや、これなんて言うんだろうな。え、本当にわからない。え、僕は男の人にいっぱい食べてほしいっていうのはやっぱ自分あんまり食べられてるとこ見られたくないんだよね。だからいっぱい食べててほしい。ああ、食べてるとこ見られたくないってこと？あんまり見られたくない。あ、うん、あ、そっか、うん、見られたくない。あんまり見られたくない。 なんであんまりね。うん、なんでちょっと恥ずかしい。なんかあんま口に運ぶ姿、食べ物を口に運ぶ姿ちょっと恥ずかしい。そ、あ、そうなんだ。うん、え、うん、何も思わないけど、なんか相手が
量を食べてないと自分も食べれない。ああ、うん、いやでもそれはまあわからんでもない、うん、それはわからんでもないけど、いやなんか俺なんかそのいや俺いっぱい食べる人の方が好きだな俺は。あ、そうそう、あと自分が相手がもう食べ終わってるのに、そう僕も嫌なの、相手がもう食べ終わってるのに自分が食べてるっていう状態嫌だから、そうなるともっと食べれなくなっちゃうから、もうずっと食べててほしい、もうずっと一生あーね、うん、あそう、食べれなくなっちゃうね相手が先に食べ終わっちゃうと。あ、そうか、うん、いや俺でもどうだろうな、もう俺の理想で言うと、うん、俺と同じ量食べてよ。それは無理じゃない？ いや理想で言うとね、話とマザーさんさ、あのたまにこのモニモニ終わった後に一緒にご飯食べたりするじゃん。おう、いやマザーさんが頼んでる量えぐいもん。いやそんなことないって。だってさ、ウーバーとかで頼むじゃんマザーさん。でそのやっぱさ、お店側も一人前の量だと思ってないから、お箸とかめっちゃついてくるんでしょ。いやそうだね。2、3個お箸ついてくるんでしょ。そうだね。いや無理よそれは。まあでもそれわかるんだけどね、なんかいやでもこれそういうなんかね、その昔の経験があって思うのは、うん、じゃあお米好きな人の方がいいかなこれは。ああ、なるほど、うん、お米好きな女性が好きです。はいはい、なんか話変わっちゃったけど、そうマザーさんいっぱい食べる人の方が好きっていうのは、一緒にいっぱい食べれるから相手もいっぱい食べてくれる人の方がいいってこと？自分も気にせずいっぱい好きなだけ食べれるからってこと？うん、いやそういうことじゃなくて、なんか、うん、やっぱ飯が楽しくなるじゃん。ああ、うん、はいはい、うん、自分もそこかな、ね、うん、なるほどね、ご飯で楽しめるじゃん、これ食べようぜ、うん、これ食べようぜってなって、うん、このいやちょっとでもなんかそのあんま食べすぎるのはってなられると、うん、おお、じゃあまあええか、食べてよってなるけどな、食べてって、ちょっと一緒に食べたいのよ、一緒に食べたいんだ。それはわかるけど、いやめっちゃわかるよ、うん、で男の人も意外とそうなんだよっていう感じかな俺は。へえ、いややっぱ飯はね大事ですよ。いやまあ大事だね、飯は大事。いやめっちゃわかる、やっぱさ好きなもん好みが合わなすぎるとお店とかめっちゃ探せないもんね。うん、うん、ご飯がで気が合うっていうのは、うん、俺は結構大事なポイントかもな。うん、大事だね、うん、でも聞きの鬼太郎さんは、うん、なんで遠慮しちゃうのかわかんないけど、ダイエット中とかだったらわかるのね、あの、うん、相手も食事控えてるから僕もちょっと控え、一緒にいるときは控えようってわかるんだけど、うん、そうじゃなかったらいっぱい食べて、本当に気使わないで食べるのが恥ずかしいとか多分そんな理由じゃないと思うんだよね。あ、ただ遠慮しちゃうだけって感じでしょ、彼女が食べてないから僕もみたいな。そうだね、でもほんといっぱい食べてよ、絶対いっぱい食べてくれた方が、もう気にせずガンガン食べてくださいってことね。そうそう、彼女は多分キケキの鬼太郎さんがいっぱい食べてる姿見て、うん、あ男らしいってきっと思うから、いっぱい食べてください。はいはい、あのでも彼女も岩でも大きくなるから、あの岩大きくなるからさ、岩、うん、いい食いいだよ、いい、あ、お腹ね、そう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 、うん、大きくなるからいっぱい食べてるのを見て、うん、ちょっと私ももうちょっと食べてみようかなが続くと、きっと彼女の食べる量も増えると思う、うん、あーそう、キャリーしてこキャリーしてこ、そう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 、キャリーしてこ、うん、そうそう、自分がやっぱいっぱい食べれば食べるほど彼女もちょっとずつ食べる量が増えていって胃が大きくなって、そう、いつの間にかあの彼女もいっぱい食べれるようになるから、あ、それいい、キャリーしていきましょう。はいはい、ちょっと鼻かんでいい俺、どうぞ、ちょっとミュートにしますね。はい。あ、これ僕だけ音聞こえてるの、配信では配信では聞こえてないのか。はい、はい、すいません、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと次のお便り行っていいですか。はい、お
します。次のお便りは長いよ。はい。じゃあいきますね。ペンネーム匿名さんからのお便りです。マナさん、あかりさん、はじめまして。いつもお二人の配信楽しく見させていただいてます。今回相談させていただくお便りを出させていただきました。自分はアラサーのバツイチ女なのですが、再婚に向けてもっと努力すべきか悩んでいます。実は浮気されて離婚したので簡単に男の人を信用できなくなっており、どうせこの人もという気持ちが捨てられません。また今は彼氏が欲しいとかもないんですが、将来の自分が後悔しないようにと思いマッチングアプリ等を使ってますが、なかなかうまくいきません。在宅で仕事をしていて家から出ることもほとんどないため、出会いの場がすごく少ないです。マッチングアプリでやり取りをしていても面倒くさくなって返信しなくなってしまったり、文章の感じで、この人仕事できなそう、人への配慮が足りなそうなどと思うとすぐに返信しなくなってしまいます。気にしすぎなのかもしれないですが、例えば、このようなことをされると やり取りする気が失せてしまいます。1個目、なぜか文章の最初にと書いちゃう人。2、名前を間違えてくる人。3、こちらは2行ぐらいしか送ってないのにスクショ2枚分ぐらいの長文で返してくる人。4、初メッセージで初めましてしか言ってこない人、名前ぐらい名乗れ。5、少し返信が遅れると僕何か悪いことしましたと追いメッセージを送ってくる人。6、かなり最初の段階でいつまで彼氏いましたとか聞いてくる人。ラスト、絵文字、顔文字を LINE をする人などなど。こんなことばかり気にしているため、ご飯まで行くこともほぼありません。マッチングアプリは文章だけで印象がついてしまうので、とても難しいです。もっと外に出る機会を増やした方がいいのか、マッチングアプリでもっと妥協して会う回数を増やしたらいいのか、いろいろ考えますが、いい方法がうまい浮かばないので、お二人の考えを聞かせていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。なるほど。いや。お便りありがとうございます。これはもうバシッと解決しちゃいましょう。解決できる？このできます。難しそうだよ、なかなか。でもこのお名前は、この方のお名前は何て言うんだろう。匿名さんです。あ、匿名さんか。はい、匿名です。でも多分匿名さんって多分素敵な方だよね。いや、わかんない。どうなんだろう。多分すごい当たり前なことだったんだよね。このいや、あの やり取りする気が失せてしまいますの条件、すごい当たり、なんか、まあ、そうだね。尖ってないじゃん。でも待って、すごい当たり前なことじゃん。じゃ、このやり取りをする気が失せちゃう、うん、あの項目がさ、うん、もうなんか、ちょっと なんかどうすりゃいいのって感じじゃない？でもなぜか文章の最初にと書いちゃう人。まあ、ちょっと厳しい気もするけど。まあ厳しくない？いや、でも、まあ、厳しい。わかる。わかる？ちょっとわかるかも。この何ってこと？なんかそこまではなんないけど、やっぱ多分マッチングアプリをするときって本気で相手を探してる状況じゃん。そうだね。だからその本気で相手を探してるっていう状況で、うん、でさ、やっぱラインがすごく高いじゃん、自分の中で。こういう人がいいっていうライン。ああ、まあラインは引いてるだろうね。そうそう、まあ、全然そのラインがあったらエイトって書いちゃう人はちょっと嫌になっちゃうのかなっていう。なんかなるべく話し言葉でこうやろうとしてんじゃないの。まあ多分匿名さん的には、その自分のライン的ラインから弾かれちゃうっていう。で、うん、結構ハードル高いな。いや、高いかな。そんなに高くはない気がするけど。でも他にもいっぱいあるよ。まあ、名前を間違えられたりっていうのはもう論外だと思うけど。論外だね。うん、でもこちらは2行くらいしか送ってないのにスクショ2枚分ぐらいの長文で返してくる人。これもないんかなっていう。あ、そう。なんかあんまりコミュニケーション取る上でね、うん、ああまあ確かにそうかもね。ちょっと引くか、コミュニケーション難しいかなって気がした。さすがに引くか。うん、うん、まあ確かにそうかも。うん、でもかなり最初の段階でいつまで彼氏いましたって聞いて、聞かれると、うん、もういいやってなっちゃうって、うん、なんで。
え、でもこれってさ、マッチングアプリに限らずじゃない？どこの場面でもさ、いきなりちょっとセンシティブな部分じゃん、彼氏って。うん、結構早い段階でもっともっと他にさ、仲を深めれる部分があるのに、え、そこ聞いてきちゃうんだみたいな。もう話が早くていいじゃん。え、でもさ、彼氏逆に昨日いたか6ヶ月前までいたか1年前までいたかなんて別に関係ないじゃん。まあそうだね。ちょっとさ、そう聞いてどうするんっていう。ああ、え、まあそれはそうかも、確かに。じゃあ次の絵文字顔文字を乱用する人はダメなの？いっぱい絵文字顔文字乱用する人？うん、なんか、多分まあ匿名さんの好き嫌いもあるかもしれないけど、やっぱどうしてもおじさんラインに見えちゃうのかもね。あ、なるほどね。いや、ダメなんだ、絵文字顔文字。え、じゃあどういうのが正解なのよ。もう普通よ、普通が一番いいの。はじめましてって、はじめまして何々ですって。もう俺あんまマッチングアプリやったことないから、あんまっていうか本当に一回もやったことないから。いや、僕もなんだけどさ、ちょっとわかんないんだけど、だからはじめまして、なんかプロフィール見て気になって連絡送りましたみたいなことから始まるわけ。あ、もう素敵じゃない。そしたら、あのあー、まあでもそれぐらいの挨拶ではじめましてって帰ってくるとか、なんかその、なんかそれぐらいしか送ってないのに、あのスクショ2枚分の長文がブワーってきたら、まあ確かにしんどいか。返信する気失せちゃうかもね。あ、うん、え、そんな人ばっかりなんかな。どうなんだろう。でも多そうだよね、この文章を読んでる感じ。そうだね。あ、こいつもダメ、あ、こいつもダメ、あ、こいつもダメ、話にならない。あ、もう論外。だってまだ一人も会ってないみたいなこと書いてなかった？一人も会ってないって。そういう人が多いのかもしれないね。いや、でもなんかイメージだけど、そういうもんなんじゃないの？いや、もしかしたら匿名さんは今彼氏が欲しいとかもないのですがって、彼氏が欲しくもないのにさ、やっぱマッチングアプリするとな、もうだって自分が求めてないのものをさ、そこで探すってさ、うん、そりゃやっぱ LINE どうしても高くなっちゃうよね。あ、まあそうか、求めてないんだもん。あ、まあそうか、うん、もう求めてたらもうなりふり構わず行くか。え、多少妥協できる部分あるかもしれないけどさ、求めてもないものを探すって、やっぱ完璧な人以外どうしても。いや、でもその求めてないかもしれないけど、まあ出会いを増やしていろんな人と会ってみたいっていう気持ちはあるでしょ。なのかな。いや、そうでしょう。うん、でもその会いたいって思える人もいない。そうだね。やっぱマッチングアプリじゃないんじゃない？マッチングアプリって難しそうだよね。本気のというか真面目な恋愛をしたいときって本当になかなか出会えなそうだよね。やっぱちょっと、いや、でも出会ってる人多いでしょ。ないと、うん、多いと思うけど、すごい運がいいと思う。それって赤い糸で結ばれてたんだと思う、出会った人は。ああ、うん、いや、でもなんか俺やったことないし、やる勇気も出ないから、なんかやろうとか思って、普通になんかよく聞く話じゃん、マッチングアプリで出会ってっていうのって。もう今さ、このご時世当たり前じゃんか。うん、なんか俺そんな、よくみんななんかそれ使えるなって思うわ。なんか尊敬するわ。うん、僕も使ったことないんだけど、僕さ、ネットで知り合った人とまずリアルで会うっていうことがなくて。うん、なんか、あかりん星だしね。そうなんだよね、あかりん星だし、なかなかそういう機会なかったんだけど、やっぱネットから始める恋って絶対あの理想高くなっちゃいそうだよね。あ、まあ多分ね、話してる中でこうどんどんなんか美化してってそう。うん、俺も会ったことないかも、会ったことないかもっていうか、
な、うん、あんまりなんかそうならないかも。ネットで知り合ってどうこうって。だってリアルだとさ、まず恋愛感情とかなしでまず初めましてって知り合ってさ、どんどんいいところを見つけてって、あ、好きかもってなるパターンが多いじゃん、うん、けどネットってさ、恋愛するぞってなってるからさあそこでマッチングアプリとかって、まあそうだね、いいところを見つける前にさ、あのまずダメダメダメっていう弾く作業から始まるじゃん、うん、いや俺難しそうだよね、うんうん、いや俺難しいと思う、俺は無理だわ、うん、うん、まあ、多分この匿名さんは彼氏が欲しいとかもないって言ってるってことは、多分惰性でマッチングアプリしてても多分いい人を見つけられないから、うん、もうでもこれ書けばいいんじゃない、もうこの文章をあ、いいじゃんここにこれをこういう感じでメッセージを送ってくる人は、あのメッセージ送らないでくださいって、そう、私のマイルールみたいな、そう、って書かないで私の取説。やっぱそれ書いてたらやっぱやばいやつに見られるから。でもそれを超えてさ、メッセージ送ってくる人はきっと匿名さんに対してガチだと思うから。あ、そうだね。うん。いやでもそれはさすがにプロフィールに書いとくのはあれか。まあかなり尖ってるよ。尖ってはいるか。うわこの人やっばーってなるか。うん、書いちゃおうよ。いや書いちゃっていいんじゃないもう。うん、書いちゃっていいよ。うん。もうこのお便りまんま載せちゃえ。うん。うん。このお便りちょっとまんま載せた状態でマッチングアプリやってみたら。うんうん。うん。何か見えてくるかもしれない。うん。それでメッセージ送ってくる人ってめっちゃ面白い人かもしれないからさ、おってなるかもしれないし、ね。そうだよね。うん。そうだよね。いやもうぜひ載せましょう。ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい。1ヶ月ぐらい頑張ってみてください。はい、でその後のその後のお便り待ってます、お願いします、はいいやメッセージ来ないと思うけどな、いや世界は広いよ、あ本当、うん、世界は広い、全然全然プロフィールを見て気になりましたっていう人来るよプロフィール見て気になりました煽られてるよいや世界は広いから来るかもしれないからね、まあね、いい人見つかるといいですね、はい、はい、ほな次のお便り行ってみましょう、はい、ペンネーム最大最小風速さんからのお便りです、マザーさん、あかりんさん、こんにちは、こんにちは、最近モニモニの更新が一つの楽しみになっているとなってる大学生です、さて自分は食べることが好きで自炊をしたり少し遠出して友達の外食したりすることが趣味です、そんな自分でも一人焼肉はしたことなかったのですが、少し飲み会で一旦焼肉屋でもらったクーポンがもうそろそろ切れそうになったことに気がつき、しかもその値引き額も1000円となかなか見逃せない金額で、周りの予定も合わせず平日に人生初の一人焼肉をするかどうかという判断を迫られたことが起きました。結局焼肉の魅力に抗えず決心してグループ客のいる中で行ったわけですが、意外と食いしん坊の自分は他人の分の肉を焼かなくていい、自分が食べたいものを独り占めできる、お肉が出てくる時間も食べられる量からしたら短いのでストレスフリーで結構快適でした、うん、さてマザーさん、アカリンさんが決心してやってみたら意外と良かったことはありますか、もしくは焼肉で好きな部位おすすめな部位を教えてください。これからもお二人のトークを楽しみに待ってます。ありがとうございます。一人焼肉行ったことある？僕は焼肉屋さんで働いてたから、その友達が今からちょっと来てよみたいな感じで行ったことある。その自分が働いてた。そうそう。ある。ああ、それはそうか。いや、その知らないお店に。はない。ないか。うん。いや、一人焼肉いいよ。俺もう何度も言ってた。あ、そうなんだ。何度も言ってたよ。一人焼肉はね、気楽でいいですよ、本当に。でも周りの目を気にしなかったら一人ご飯っていいよね、うん、いや、いいと思う。俺も一人焼肉とか一人何々はもう何でもできるよ、俺。何でもいけちゃう？何でもできちゃう。え、一人ボーリングは？一人ボーリングもできますね。一人カラオケ？一人カラオケもできます。
あとなんだ、一人だとハードル高いやつ、なんだ？何かあるかな？あ、一人ディズニーは？一人ディズニー、あの、ディズニーはね、行こうってなかなかね、ならないよね。うん、で、一人で行ってもおもろないやろ、別に行きたないし。やっぱりディズニーのキャラクターが好きでとかなら全然いけると思う。うん、全然一人映画は？一人映画全然行く、全然行く。あー、もうお一人様楽しんでるね。うん、もう楽でいいよ。自分がこれ行きたいなとか思ったら、いや、行けるね、全然行ける。行った上で、あ、これ誰かと来た方がおもろいなみたいなのはあるけど、うん、まあ映画とかにしてもなんか、うんうん、あ、この映画誰かと見てなんか、なんかこう意見交換じゃないけど感想を言い合いたいなみたいなとかもあったりだとかするかな、うんうん、いやでも僕はもうお店の目とか周りのお客さんの目を気にしなかった、そこだけかも。僕も気にする部分、牛丼とかも、いやでも牛丼はハードル高いな、あなたの一人牛丼は。え、一人牛丼ハードル高い？ちょっと高いかも。あー、まだそこか、赤さん。うん、もうそんなの俺も10年前に卒業しましたわ、一人牛丼。余裕？もう余裕っていうか、もうあそこはもう一人で行くところだから。あ、そうなの？牛丼屋でもなんかわちゃわちゃしてる人みたいなの、まだ何しに来たんやと思う俺。牛丼屋なんかでお前談笑すなって思う。食べろ食べろ食べろ、食べて出てけ一人で行って。ラーメンもハードル高いね。赤さん大変だねそれは。まあね、女性で揃ってもなかなかね。いやでも、うん、行ってみたら意外と全然そんなことないと思うけどな。なのかな、うん、なんでだろう。どうしてもなんか、あ、一人で来たって思われちゃわないかなみたいな。いや思われないよ。思われない、絶対思われないよ。いや僕も焼肉屋さんで働いてたけど、一人で来たお客さんに対して何も思わなかった。何も思わないでしょ。そうなんだ、何も思わん。いやでもさすがにファミリー系が多い焼肉屋行って、うん、めちゃくちゃでかいテーブルに一人座っててで、なんか、いや今日はちょっと一人で来たけどビールでも飲んじゃうかと思ってビールとか飲んでたら、意外と店内混んできて、ファミリーでごった返してる中、でっけえテーブルで一人で焼肉してる時はさすがに申し訳なくなったけどね。あ、もうでも申し訳なさなんだそれ。ちょっと恥ずかしいとかじゃないんだ、うん、恥ずかしいとかじゃない。あ、なんか俺もニコニコしながら周りを見てたけど、うん、メンタル強いでしょうん、うん、そんな感じだったかな。でもマザーさんの食べる量だったらファミリーぐらいの料金来そうだからさ。いや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 、そんなことないです。もう3、4人分ぐらいの料金払ってるからさ。そんなことないです。別に申し訳なさ感じなくていい。いやいやいや、そんな食えんって。そんな食べてるよ多分。そんな食えませんから。ちょっとなんかそんなバカにしてます？してないよ。なんで、僕いっぱい食べる人好きだよ。失礼ですね。なんでよ、自信胸張っていっぱい食べてよいや、うん、そんな食べてないです。はい、一人分です。はい、もちろん。はい、あがりもだから決心して、ちょっと焼肉はちょっとハードル高いかもだけど、うん、あの一人牛丼が、あ、ラーメン屋いいね。じゃ牛丼の方がハードル高いんだよね、個人的に。ラーメン屋と？なんで？なんでだろう。食べる時間長いからかな、牛丼の方が。いや変わらんだろそんな。いやいや、牛丼は結構時間かかるぞ。ラーメンより？最後までお米最後まで食べようと思ったら、うん、ラーメンより。そうか？うん。ラーメンの方がなんか熱くてさ。多分牛丼20分かかんない？俺20分かかんないね。俺最速1分半とかだから。飲んでる？もうほぼ飲んでる。あのあるんだよ、その集合時間に間に合わないといけないけど飯も食わないといけない、この駅の近くに牛丼屋がある、行くよね、うん、もうタイムアタック、タイムアタック、もうブワーって食べる。もう俺だって注文するじゃん、注文してお会計、あの出てくるまでにもうお会計しますからそういう時はタイムアタックじゃんRTA。 そう、
結構トップ行くね。いやでもあれが楽なんだよ、もう食べた瞬間出るっていう。もうなんなら最後の一口まだ噛んで噛みながら出るから店からもう店からしたらこんな噛み客いないよ。そうだよ、回転やばいよ、回転率。うん、それぐらいの、でもそのぐらいの感じでいけるよ牛丼屋は。あ、そうなんだ。うん、え、ちょっとじゃあ僕ラーメン屋さん今週チャレンジしてくる。ちょっと行ってきてみ。うん、え、でも大丈夫かな、二郎系とかだとちょっと大変かもしれないけど。二郎系はね、そもそも友達とすら行ったことないから、うん、結構ねハードル高い以前に結構頼み方が難しいんだよね二郎系。いや、わかる、そうだね、そうだね。うん、うん、多分出てけって言われちゃう可能性あるから注文のタイミングで。いや、そんなことはないよ、ちゃんと教えてくれるよ、ちゃんと教えてくれるよ多分。まあお店によってはかもしんないけど、うん、うん、まあちょっと二郎系はやめといた方がいいかもね。頼み方ミスったら怒られるとかもそんなんない。ない。あ、じゃあちょそうなんだ。今週行ってみたら。え、ちょっとじゃあ次のモーニングモーニングで一人ラーメンの感想言うね。お願いします。頑張ってくる。ちょっと頑張ってきて。どんなラーメン屋かわかんないけど、お好みありますかって聞かれることあると思うんだよ、はい、もしねラーメン屋に行ってお好みありますかって聞かれたら多分戸惑うと思うんだ、あかり。その時は店内ちゃんと見渡すようにどっかに書いてるから、はい、とりあえず普通でって言っとけば大丈夫、うん、あ、分かった、おすすめ、おすすめあります、お好みありますかとかって言われたら、普通でって分かった、うん、あとね、たまに食券の買うお店とかだったらてか、うん、まず食券がある、食券を買わないといけないかどうかのところはしっかりチェックした方がいいかも、あかり、入る前に。うん、食券必要なのにいきなりカウンター行ってラーメンくださいはダメだからね、食券購入してくださいって言われるから、はい、そこを確認して、うんうん、で食券買うときにたまにね、たまにあるんだけど、その一つの食券を渡してなんかその塩か醤油か選ぶみたいなお店もあるから、そこも注意して、うん、いや言ってる意味わかる？うん、難しいね。食券買うじゃん、ラーメン買ったつもりがその食券を渡した時に塩か醤油かどうしますかみたいな、選択を迫る、いやって言われない可能性もあるから。あ、まあ分かった、うん、でもって言われたら醤油がいいな。あ、じゃあ醤油っていう、醤油っていうね。そう、うん、うん、まあ、はい、頑張って、いろいろあると思うから、はい、うん、普通でって言っとけば大丈夫だからとりあえず、はい、うん。大丈夫かな、いけるかな、いけるかな、大丈夫大丈夫、友達とかとはね行ったことあるからね、ラーメン屋さんは言うて、まあそっか、うん、大きいやつ、なんか個人店とかはあんまりないんだけどさ、大きいやつ、大きいラーメン屋さん、みんなが行ったことあるようなやつ。大きいラーメン屋さん、うん、よくわかんないけど、客席が多いタイプのラーメン屋さんとか、ね、客席が、カウンターだけじゃなくてってことね。そうそうそう、中華屋さんみたいな、あ、そう、チェーン店的なね、あ、うんうんうん、なのは全然行ったことある。あ、そっかそっかそっか、わ、うん、かった、じゃあ楽しみにしてる。はい。いや意外といいもんだと思うよ、楽しいじゃんってなると思うけどな。え、結構さ、配信とかね見ながら行ったら、そうだね、食べてる間はね、うん、周りの目忘れて美味しい美味しい食べれるかも。うんうんうん、ちょっと頑張ってきてくださいよ。はい、はい、じゃあ次のお便りいきます。はい、ね、ペンネームカラムーチョ依存症さんからのお便りです。マナさん、あかりさん、こんにちは。こんにちは。僕は現役高校生の絶賛受験生で、お二人のことを Spotify ラジオのおすすめで知ってから毎日のように拝聴させていただいています。一つお二人にお聞きしたいことがあります。僕はお世辞でも頭のいいとは言えない学校に通っていて、その中でも多少勉強ができるんですが、友達からは、頭いいやつはいいよなと言われるのがとても嫌です。
容量がいい方ではないと自覚していて、自分なりに頑張っているのに、もともと頭いいんでしょみたいなスタンスで来られると努力を否定されている気がして少しムッとしてしまいます。お二人は学生時代や配信をしていてムッとした経験はありますか？お聞きしたいです。近頃、マザーさんが嫌いな夏が近づいているなぁと通学中に感じるぐらい暑くなっているので、お体にお気をつけてくださいと。はいはい、無だって。無か、無だってよ。あ、でもそっか、頭のいい、僕も結構頭いい人はいいよな。そんな言い方はしたことないけど、頭言っちゃいがちだよね。頭いい人に対して、ね、言っちゃいがちだよね。うん、そこそこ気をつけよう。気をつけてムッとされるからね。え、なんかムッとされ、ムッとした最近。まあしてるだろうね、多分バロラントしてるときは。まあしてるだろうね。うん、してると思う。まあしてるだろうね。いつもムッとしてるでしょ。うん、うん、ぼちぼちしてます。まあぼちぼちしてるか、なんか、え、でもそれで言ったらさっき、あの焼肉おマナさん一人で行ったらファミリー分ぐらい行くでしょう、うん、って言われたら俺も少しムッとしたよ。そんなことないけど。え、なんでよ。ごめん。そんななんか、ごめんって。見た目だけで判断しないでくださいよ。ムッだったよ。え、ねえ、そっか。うん。そらそうだよ。そうなんだ、ごめんね。うん、いやいいけど、全然。全然気にしてないしけど、そんななんか、俺も別にそんな、あの、太ってるからって別にいっぱい食べるわけじゃないし。なんでいっぱい食べるって思われるのってダメなの？いやダメじゃないけど、ダメじゃないけど、なんかどうせ食べるっしょみたいな言われ方すると多少はちょっとムッとするくない？うん、どうせあかりわかんないでしょみたいな風に言われたらちょっと嫌でしょ？嫌でしょ？どうせマーサーいっぱい食べるっしょってなったら、いや別に俺だって食べない時あるけどねってなるじゃん。いや食うけど、食うんだけど、うん、いや食うよ、食うんだけど、その、うん、なんかこう、なんか決めつけで行かれるとほらムッとするかも。あ、しちゃうかもね。僕も今どうせ赤にわかんないでしょって言われたのを想像したらムッてなったもん。いやそんなことない、いや実際わかんないけど、うん、みたいな。うん、うん、赤、いやでも赤さんは結構ムッと、どっちかな。僕結構短期だからね。あ、そう？あ、僕結構短期だよ。短期か。短期、本当に短期だと思うから、やっぱ日常生活で、あ、切れるっていうか。すぐムッとする。割とムッってなるときは多分人よりもしかしたら多いのかな。ああ。なんだろう、でもトキシック、バロランテトキシックとかにあってもそういうのはあんまりムッとはしないんだよね。うん、けど短期ではあるからな。でもすぐパッと出てこない、なんだろう。いや、え、いつもそうじゃん、あかりすぐ出てこない。そんな、いや意外と最近、ま、お便りによっては、うん、結構出てるじゃん、うん、あ、今ムッとしたよ。今ムッとした。いや、まあムッとさせたんだけど今は、うん、うん、今ムッとしてたね。ムッとしたよ。いや、なんかその、うん、俺はでもその決めつけで言われるのはちょっとすぐムッとしちゃうかも。うん、うん、いや、なんかこれみたいな、うん、決めつけられるとあれかも。気をつけるね。そう、なんかあの、うん、なんて言うんだろうな、俺のこと理解してる風で来られるとよく俺もう逆張り野郎だから俺。ダメなんだ。そう、じゃあ彼女にさ、マザーさん今日ご飯作ったよって、うん、今日ご飯作ったよ、うん、マザーさんは醤油この味付け好きでしょみたいなのは。いや、そう、いや別にそのなんか、いや別にマヨネーズでもいいけどね。何その逆張り。うん、ってなる。なんでそんな、別にそう、醤油、いや、醤油好きやけど、その別になんか、醤油だったらいいみたいな感じやん。その一個前に聞かん？その、今日は醤油ですか？違いますか？みたいな。なんでそこで醤油って決めつけてくるん？好きだからでしょ、いつもマザーさんの食見てて。
好み醤油味だったら何でもうまいって言い出す。そういうわけじゃないけど、彼女だとやっぱマザーさんこれ好きなんだなっていうのが。いやでもなんかそういうのはね、でも一個前に欲しいかも。なるほどね。ちょっとこれみたいなエピソード出したいんだけどさ。おお、じゃあ出したら終わりにしようか今日は。もう11時なんで。待って、はい。出ません。あ、で出ません。出ません。出ません。うん。あ、そう？はい。ひねり出せよ。最近ムッとした。本当になんだろう、ムッとしたこと。ムッと、もうムムムムムムってなったやつ。もう出たら終わるから。ちょっと待ってね。うーん。うーん、ちょっと本当にパッと出てこないよ。宿題、いやあなた宿題って言ってもどうせ忘れるでしょ。うん。うんじゃないよ。うん。いやなんかあるでしょ、なんかあるでしょ、なんか。本当になんだ、ムッとしたか。うん。いやもうひねり出してみようよ、じゃあ。頑張るね。自分の顔まじ頑張ろう。じゃないんだけどさ、うん、いきなり電話してくる人、あーちょっとんってなる。あ、いいやねんって。いやねんとはなんだけど、なんか LINE とか文字で最初送ってほしいなっていう。あーいきなりガンって出る、なんか本当に緊急以外のあれにしてほしい。そうすっごい今なんかお茶こぼさなかった。え、スマホが落ちちゃった。ああよかった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 、うん、ああなるほどね。最初に俺はそれもうすぐ電話するタイプです。すいません、本当にすいません。俺もね、そっちタイプなんだ。もう、ね、俺文字打つのが無理すぎて、うん、マジで本当にめんどくさくて、うん、だるっと思ったらもう誰に対しても電話かける。いや一旦ね、一旦文字で欲しい。いやいやいや、もう長いじゃんそれ。いや長くなる電話かも。え、だってさ、いやいや電話だったらもう15秒で過ぎます。でもさ、でも北側は分かんないじゃん。え、これって長電話になるやつかなとか。いやだからとりあえず出ればいいんだよ。いやそうだけどさ、てかでも見過ごしかたら出ないじゃん。うん、だからそれでいいんだよ。で、先に電話するかも。だから何々行ってここの日ってどこですっけみたいながあるとします。俺もうすぐ電話して出たら、あ、こうでこうで、あ、じゃあお願いします、はい、なんだけど、出なかったらまあもう仕方ないから打つよ、文字を。だからなんか順番的にそっちだね。先電話かも俺。なるほどね。そうだ、出ないってことは多分出れないんだな、もう何でもいいけどみたいな。まっていう、むっとはしないけど、わっ、逆、むじゃない、わっってな。わ、ね、それ、むじゃないじゃん。む、むじゃないじゃん。もういいって、もういいって、出てこない。むじゃないじゃん。こんだけ掘って出てこなかったら、いや、むむ。うえじゃん、それ。むに近かったでしょ。む、むで、ほぼむ。うえだよ、それは。むじゃないよ。いやいやいや、むむ。ごめん、転生するじゃん。むっとした。むっとする。む、それだけでむっとすんの？あー、嫌な感じ。感じ。あ、でもそうなんだ。そう、いきなり電話きつい、無理なんだ。ちょっとわってなる。え、いやでもそういう人多いんかな。わーじゃん、しかも。バレた。うん、
まあ、むっとはしないね、わってなる。え、これ、でもこれって俺がどっちがいいんだろう。どっちが、いや、アガリンの気持ちもわかるよ。うん、うん、まあ俺はそういうタイプだけど、うん、いきなり電話はちょっとって思う気持ちもわからんでもないけど、うん、でも俺はもうすぐ電話なんだよな。なんか、最初にポンって要件言ってもらって、その後に電話とかだったら全然、あの、全然、あ、このことかなみたいになるじゃん。あ、なんか本当に何もわからないん、やことだと、うん、どうしようってなっちゃう。ああ、そうか。え、じゃあ、え、内容が欲しいってこと？だから今なんかコメント欄でも流れてることと、今電話大丈夫ですかみたいな。あ、いや、その要件を知りたいんだよね。今電話大丈夫だとかじゃなくて、ね、要件を知りたい。今電話大丈夫ですかはもう一番だるいわ。だるい？うん。何なんですけど電話できますかだったらいいんだけど。たまにあるじゃん、今電話大丈夫みたいな。うん、うん、もうそれ見た瞬間俺電話するもん、もうめんどくさいから。あ、それはいいね。うん、で、全然ムッドが出てきてないけど、はい、もう終わっとく終わりますかそうですね、まあ、あかりはやっぱりこう短期だ短期だって言ってますけど、これ全然もうむっともしない、あの、もう優しい方だってことも分かったんで今。いやいや、短期ですよ僕分かった。じゃあ、はい、ダラダラしちゃうんで、あの、終わりにしますか。はいはい、よいしょ。はい、今週もありがとうございました。ありがとうございました。37回、もうすぐ夏なので皆さん、体調管理気をつけてくださいね。はい、だいたいこの時期あの風邪ひき始めるから。そうね、うん、マジで季節の移り変わりだから、うん、だいたいこの時期やから。うん、はい、で、あ、そうだ、あ、お便りね、お便り、やばい、今日ポンコツだ俺ぼーっとしすぎて、言葉が出てきてないよ。完全に出てきてない、やばいやばい。はい、ハッシュタグもりもり、ひらがなもりもりで、ツイートしていただけたら、まだあとあかりんが、読みますので、皆さんよかったらツイートの方でよろしくお願いします。はい、というのと、あの、お便りも、随時募集しております、最近減ってきてますので、よければ、日常の1ページ送ってきていただけたら幸いでございます。はい、はい、あと、はい、Spotify 等々やっておりますので、皆さんよかったらそちらもご利用ください。はい、はい、では、お疲れ様、あかり言い残したことはないですか？大丈夫です。はい、じゃあお疲れ様でした。皆様良い週末を。おつまり、バイバーイ。